皆さんこんにちは、まことです。今日は購入品の紹介の動画を撮りたいと思います。最近の購入品もあるんですけど、前から買っててまだ使ってない温めてたものとかもあるので、まあ広い意味での最近の購入品の動画です。で、洋服は夏に向けて買ったものが多いので夏服の紹介をしたいと思います。ではサクサク紹介していきます。スタート。一つ目はこちらのフラワーベースです。いきなりフラワーベースって感じなんですけど、混乱ショップのフラワーベースを買いました。この透明の円状のあのフラワーベースを持ってたんですけど、それがなんか割れてしまったタイミングがあったので、このデザインのね、あるこれ可愛くない？まあ、置いてるだけですごいおしゃれに見えるので、こちらのフラワーベースを買いました。気分転換にお花はこれからも買いたいと思ってるので、この涼しげなフラワーベースを使おうと思ってます。じゃあ次はディフューザーです。クルティのディフューザーです。これはずっとうちのリビングではこれをずっと使ってるんですけど、洗面台かトイレ用にちょっと買い足しました。これなんて読むんだろう、この香りなんですけど、リビングに置いてるのとはまた別の香りで、リビングに置いてるのはちょっと後で見てここにテロップに書いておきます。リビングとは別の香りなんですけど、これもすごいね、甘くておしゃれな匂いって感じ、おしゃれな匂いなので気に入ってます。次は、はい、このサーモマグを買いました。これ祭り用ですね。ストローマグは別のものを使ってるんですけど、夏に保冷が効くマグが欲しかったのでこの色にしました。これ SNS でちょこちょこ見かけてて、買うならこれがいいなと思ってたので早速頼んでみました。絶妙なミントグリーンとかこのイエローが私はすごい好きみたいで、祭りのもの結構この色が多いのでこれはもうタイプだと思って買いました。まだ使えてないんですけど、これからのお出かけはねこっちを持っていこうと思ってます。ベビーアイテムの紹介はまた別の動画を撮ろうと思ってるのでちょっとお待ちください。出産準備動画とまではいかないんですけど、まあ、ベビーアイテムでよく使ってるものと結局あんまり使わなかったものみたいな感じで、まあ、皆さんのちょっとでも参考になるような動画を撮ろうと思っておりますので、ベビー動画はまた別で撮ります。はい、次はじゃーん。なんならこれを紹介したくて動画を撮ってるぐらいあるんですけど、セリーヌでベルトを買いました。テンションが上がる。この袋、このベルトを買いました。これは私の28歳の誕生日の自分への誕生日プレゼントです。ずっといいベルトが欲しいなと思っていて、まあ、シンプルな格好にさりげなくいいベルトをつけるとまたちょっと大人になったような気分になるかなと思ってベルトを探しててセリーヌにしました。このトリオンフがドーンって真ん中にあるベルトもすごい可愛くて迷ったんですけど、店員さんがこの裏からこっちもありますよっていう風に持ってきてもらって、こっちに一目惚れしてしまいましてこれにしました。ベルトの穴じゃなくてこう引っ掛けるタイプになってて、後ろでこう調節できるようになってるので、まあ、サイズが変わってもハイウエストでつけたい時もちょっとローでつけたい時もこのサイズがね、あの自由自在に効くから長く使えますよっていう営業トークで買ってしまいました。これはめちゃくちゃお気に入りで、あの結構大事に大事に使っております。次はサンダルです。これ C のサンダルで、子供がいる毎日だとパッて履けてパッてお散歩行けたりとか、パッて履いてスーパー行ったりとか、簡単に脱ぎ履きができるサンダルが欲しかったので、もうこれぴったりだなと思って買いました。このデザイン的にちょっとなんて言うんだろう、近所履きというかベランダ履きみたいな雰囲気があるんですけど、ここがスウェードっぽい生地になってるのでベランダで履くような感じになっちゃうかなと思ったんですけど、意外と私服に馴染んで履けるので気に入ってます。で、B さんもいいけどちょっとしっかりめの靴を履きたいなみたいな気分の時によく活躍するかなと思います。次もサンダルよ。
また黒のサンダルです。これはシールムリンのサンダルを買いました。これはまたさっきと雰囲気は違うんですけど、レザーのちょっとヒールがある、ここがウッドのヒールになってる綺麗めなサンダルです。これはシールムリン のライブ配信出させてもらった時にこれをコーデに合わせて履いてて、めちゃくちゃ履きやすかったのでそのままお持ち帰りしてしまいました。なんかレザーがこう硬そうに見えるんですけど柔らかいので、しかもヒールもね5センチだったかな、そんなに高くないので全然走れるよって教えてもらったので、子連れでお出かけの時でも使えるかなと思って買いました。で色もホワイトと迷ったんですけど、ガシガシ汚れ気にせず黒だと履けるのでこっちの色にしました。じゃあ次、ここからは夏服をバババッと紹介していきます。まずプチバトーで白 T を買いました。もうこれも定番、私はねもうユニクロの白 T が大好きでめちゃくちゃ着てるんですけど、プチバトーもすっごい肌触りが良くて柔らかくて着心地がいいのでね、白をね追加で買いました。ちょっと前にこのグレーを買ってすごい着やすいと思ったので白を追加、色違いで買いました。サイズはこっちは XS で、新しく S サイズを買いました、まあ、ユニクロの白 T と違うのはシルエットが女性らしく出るというか、ユニクロはがっつりカジュアルな感じに見えるので、こっちはどちらかというときれいめな気分とか合わせるものによって着ようと思っています。はい、でプチバトを見てたらやっぱりどうしても子供服が欲しくなるのでこれも買いました。可愛くない？これはですね、何センチだろう、12マウス74センチです。プチバトーちょっと大きいのかな。ベビー服はまとめてバーって買う時もあるんですけど、こうやってちょこ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 ね見つけた時に買っちゃうんですよ、はい、で今回はこれが可愛いと思って買ってしまいました。なんか赤ちゃんのこのタンクトップっていうのかながすごい可愛いなと思ってるの で生地もすごいしっかりしてて、これはまた私の好きな淡いグリーンとボーダーとタンクトップでみたいな、すごいタイプな服だったので買ってしまいました。で次はこれです。今着てるこのシールームリンのタンクトップを2色買いしました。これもあのライブ配信のお仕事の時に着たんですけど、めちゃくちゃ形がいいのと程よい張り感でラインを拾いすぎずでも綺麗に見せてくれるシルエットだったので2色買いしてしまいました。絶対これは今年の夏いっぱい着るなと思います。H ビューティー&ユースのアメスリも2色買いしてて、このタンクトップも2色買いして、自分は今年タンクトップが好きで気に入ったものをずっと着る気分なんだな。次もシールームでスカートを買いました。あ、見えないね、見えるかな。まあちょっとあんまり伝わらないのでこの辺に商品画像とかは編集で使おうと思うんですけど、フラワーギャザースカート、このよく見るとお花の刺繍が入っていてギャザーでボリュームがあるスカートになります。こういうお花柄でフレアで女性らしいみたいな感じのスカートってあんまり選ばないんですけど、これは結構カジュアルに着れるというか、さっきのタンクトップ合わせでも可愛いし、スニーカー合わせでも可愛いし、綺麗めっていうよりかはカジュアルダウンした感じの格好で着たいなと思って買いました。ちょっと公園とかね汚れるような場所にはあんまり着ていけないですけど、ちょっとしたランチとかディナーとかそういう時にも使えるかなと思って買いました。これはすごい気に入ってます。じゃあ次、デニムをまたまた買い足してしまいました。やっぱりデニムは永遠に大好き。私は23インチで、これは裾直しは今んとこしてないです。ノンウォッシュの黒っぽいデニムもあって、でもうちょっとこれよりも青いヴィンテージっぽいデニムもあって、これよりももっと薄い水色っぽいデニムもあるんですけど、この中間のね、何とも言えない何にでも合いそうなブルーのこの程よいストレートワイドなデニムが、これもあんま見えないね、が欲しくて、
一目惚れして買いました。でマルジェラとかセリーヌとか、まあ、憧れるブランドからもワイドなデニムが出てて、あ欲しい欲しいって思ってたんですけど、まあ、ちょっと憧れは一旦置いておこうと思って、結構ガシガシ使えるデニムをアメリで見つけたので買いました。今スラックス合わせてるんですけど、このネイビーのタンクトップに合わせてもめっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛いよね。ヒールとか履いてお出かけしたいです次はトップスです。はい、でこのシャーリング素材がすごい可愛くて、これも一目惚れして買いました。形は定番の T シャツの形だし、色も何でもアイボリーなので、もうさっきのデニムでもいいし今のスラックスでもいいんですけど、今年はちょっとハーフパンツにミュールとか合わせて、可愛いけど可愛すぎない大人っぽいコーデとかをしたいなと思っています。またその時はインスタかなんかにあげようと思います。はい、じゃあ次、はい、バババーと紹介したんですけど、これが最後です。これもロンハーマンで買いました。この黒のタンクトップ、トップスもう絶対可愛い。これはこのショルダーがリボンになってるシンプルなタンクトップです。やっぱりどうやらガーリーすぎない大人っぽいものが気分のようで、これも可愛いんだけど、こうなんだろう、甘すぎないデザインに一目惚れして買いました。黒だからすごい分かりづらいんだけど、後ろの方が V になってるので背中ちょい肌見せ。これはねもう定番にこういうデニムに合わせたいなと思ってます。この色のデニムでも合うし、薄いもうちょっと水色っぽいデニムでも、私が持ってるヴィンテージっぽいリーバイスでもいいなと思って、もう何でも合うトップスを買いました。はい、以上がダダダーっと最近の購入品の紹介でした。少しでも参考になれば嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。